ここにいたらぬくもりを忘れそう。はい、こんにちは、Pです。ホライゾンゼロドーンの凍てついた大地3回目ぐらいかな。前回ね、このトルネックを完了して、どこ？あ、この辺かな。で、行きまーす。結構ね、もう敵が強くて、ほんと侮れないよね、ここ。レベル30とか、25って言ってるけど。私だってね、ほぼ、最強防具、武器持ってて、まあもちろんね、ステータスじゃなくて、PS の方が問題かもしれないけどね。まあもちろん初見だから、なかなか難しいのは確かなんだけど、にしても強いなぁ。やっぱりゴリ押しは無理なんだね。ゴリ押せるほどのパワー差がないから、敵とのね。やっぱり、戦略立てながら、一匹ずつみたいな感じでやらないと厳しいんだろうね。なんかそろそろあるぞ。右か。あ、そうか。何よ。やばいです。なんか投げてる。投げてる、投げてる。何やってんだ？分かってる？ヒガレと同じような強さだよね、ほんとね。まぁ、ちょっと汚れよりか強いのかもしれない。ちょっとだいぶ汚れも前に登場してるから。今だったら、もっと。何これ？テント？あ、わからない。ん？何でしょう？この山が吹雪の頂だな。シャーマンの道はこの上のどこかにある。あれ？増えないね。あ、こういうのもらっとかないと。あ、これもらえる？もらえない。ガイドアイテムなんか。84しか持ってないの？おかしいな。
はい、では向かいます。地図ね、よく見るとすごい立体的なんですよ、これね。赤い、すごい高いよ、これ。え、これでいいのか？ちょっとずれたね。だね。なんか何かありそうで何もないのか。ないなぁ。もうちょっとだね。だいぶ上まで来たな。シャーマンの道が近く。これがナルトゥークの受けたしるべの一つか。印が別の印を指しているな。方向を示してる。悪い氷の洞窟に入るとするか。この音は何なんだ。これで導いているのか。他にもあるならフォーカスで見つかるかも。え？違うな。行き止まり。まあ収穫はあった。あ、何かあった。あれ、これ儀式の標高、あれ？じゃない。え？こっちじゃないの。こっちまで合ってるってことかな。
これか。戻った方がいい。これをいただいてからな。はい。よし、フォーカスで音が拾える。これで行き先がわかる。どれ？これか。別のシルベ、いいぞ。よし、あっちだな。どっち？待った、違う？音か。この分かれ道は初めてか。道を間違えた。え、こっちじゃない。それじゃあどこだ。え、こっちじゃないの？わかんなくなっちゃった。こっちからはいけない。でも装備がある。ないな。違う？あ、なるほど。上か。え？じゃあやっぱりこっちかな。こんな場所あるの？
でも違うか。ここは来たね、でもね。ここか。これも来たの？ねえ、わからない。これも来たと思うんだよね。上か。ああ、上があったのか。合ってるよね、こっちだよね。え？下から上がってこれる道があったわ。ストーカーだ。気をつけないと。よし、ここだな。え、どこ？こっちからはいけない。でも装備がある。このストーカーがいる場所を越えていかない。最高、出られるといいけど。あれか。無理でしょ。やっぱりやり直してくれないから飛んでるよ。やめろやめろ。どこだ。いるわ。慣れちゃったかな。わからないな。ガンチャってってみたいな。それじゃお次は何だ。無理して戦わなくてよかったな。これを水で満たさないと向こうへ渡れないみたいだな。え？どれを水で？どういうこと？あれか。え？何で水で満たす？どの構造なのか。これか。ああ、そういうことか。これだけ？そういうことか。よし、進んでみよう。
あここはどう渡るんだ。下だな。下なのか。下行って登るのか。上に行く道だ。どこから上に上がる。ロープを引かないことにはこれを動かせないんだな。よし、これで橋がかかる。目指そうか。ここ降りちゃうのか。ここにいるのか。なんか違う気がするな。うまいよね。これ一緒だよね。どこに行けるのか。やけに、あ、ごめん。危ない危ない。やけにあれ。猫？違うな。どっちから来た？え？やばいです、やばいです、やばいです。やばいです。やばいです。マジか、どうだ。え？今のとこでいいのかな？ここに来て、こっちに渡って。たんだよね。で、左に行ったのか。私。でも右だったってこと。え？マジ？どういうことこれ。無理じゃん。
からない。いいのか。ちゃんと方向的にね。うわっ、なんだ、びっくり。進むぞ。今の嫌な音。また体力減った。塔からのパルスでシールドがオーバーロードしてる。やばいやばい、これどうする。ん、聖地に向かって。どうに麻痺させるのあれ。ロストクロウを倒すのってどこでやるの。弱点炎。待って、この塔を破壊しないと。だよね、体力なくなっちゃう。ああ、なるほど、やらなきゃならないみたいだな。間に合って、間に合うんだ。まだ強制なんだね、これ。ビリビリ40だって。いいね、あれ体力減らないから。え、どうだ、どこにいる。わーい、なんてラッキーだったんだ。ダメージ出ないな。なんだよ。
張れ。違うんでしょ。俺にも聞くのかな。ちょっと待って。もう切るの。もうマジか。何だよ。危ない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 。なんで落ちちゃうの。よし、やった。強っ。新種の機械一丁上がり。それじゃオーリアを探すか。ということは登れってこと。ナイスとアクセサリーじゃないじゃん。これ冷却水だったね。あんまり炎って使わない感じだよね。あれ？あれ？もう十分ある。よし、こうじゃ。日焼けしてるみたいに肌が痛い。あれ？ドリー。あの、反射テストのね、映画見たけど。方向を間違えたのかも。ちょっと違うね。あの、反射テストって、ゲーム的にね。兄さんがね、結構ぼやくのがね、楽しいゲームなんだけど。映画だとさすがにぼやいてなかったね。あ、これか。ここなら登れそうだな。やべえとか、そういうの言葉は結構発してたけど。どこ？右か。結構でも、あの、あるいはぼやきはしないけど、結構ちょこちょこなんか喋ってるよね。結構のは聞き逃しちゃうんだよね。聖地。え、どこ？なんだか。わ、綺麗だな。一応ね、あんまりその、モーションがグワーンってなんかなんかスローモーションにならないからいいんだけど、二はな、設定が悪いのか。ね、すごいスローモーションになっちゃう。え、どこどこ？まっすぐって出てるけど、え、これ下？下じゃないよね、もう、あそこだね。ということは、これを上がる。あ、これか？え、これならどうやって上がるの？上がって向こうにどうにいるの？いや、わからないね。飛ぶのかな。あ、あった。
見て、ほら、あれがね、しっかり橋なんだよね、ほら。あ、なるほど。ここがナルドゥークが話していた聖地だろう。青の宝石をもらってくか。キラキラ、高く売れるわけだ。オーリアは聖地を通って山へ登っていったってナルトゥークが言っていた。じゃあ階段を登るか。イニシエの扉だ。中にオーリアがいるかも。ああ、オーリアの隠れ家って、隠れ家って書いてた。2046年3月10日 CPU の効率を改善するアップグレードをインストールするってだけでもう16時間もここで時間を費やした。プロジェクトファイアブレイクにはかなりの頭脳が必要になる。俺の脳みそで十分だといいけどな。アニータがずっと協力してくれたおかげでかなりはかどった。でも彼女が横を通りかかるたびにいい香りがして、ああダメだ、今日はもう寝よう。こちらセキュリティ責任者のブレビンズだ。もう一度緊急補給命令を再送しておくからな。いいな、今回はちゃんと読めよ。 SLC に連絡されて困るのは俺じゃない、お前らだからな。あのセキュリティ責任者のブレビンズってやつ、まるでお山の大正気取りね。いつ切れられるかわからなくて、オチオチくしゃみもできないわ。この床にあるモールを扉につなげないといけないんだな。あ、ただただ正解に入るんだ。何か起こったかも。はあ、この光はどうすればいいんだ。え、何かこれだけなんか変だよ。え、何かを回すの。どっちに。あれ見えなかった。ん、あ、これか。時計回り。これを回すと、光の流れが変わる。あれ、ん、これが来てないのか、まず。え、そんなことないな。どうなってるんだろう。ああ。で、これを、よし、扉が開くか試そう。どこ？あ、接続完了でなってる。何？
味がわからないけど、もういいのかな、ここは。ここ通れないもん。この先は外か。え？外なの？また外だ。向こうにある建物を通ればまた中に入れるかも。待ってるのか？どれどれ？これか。入り口を探すの。向こうの階段まで行かないと。飛ぶのか。やっちゃった。マジ迷った。どこから入れ直しって感じだったよ今。怖っ。長いな。大丈夫これ。時間かなり経ってない。でも結構経っちゃってるな。なかなか遠いぞ。あともう少しで登りきる。オーリアはこの先だ。本当？彼女はここにいるはずだ。どこ？下か。違うな。人がいる。何度も繰り返しお願いしてきましたが、声を聞かせて。何をすればいいのですか。あなたにはいかなる祈りもいかなる印も届かないのですか。このままではお力になれません。せめてささやきだけでもお導きを。誰？そんな嘘の。どうやってここに。魂によって封印されていたはず。それはこれを使ったんだ。ええ、見せて。お願い。
不思議とか言ってましたっけ。すごいおばちゃんに見える。これは大きいぞ。やることは同じはず。光を元の場所へ導く。え、またこれ。出るために逆で、これか。まずこれもダメ。え、これ違うの。これ動かないのか。え、かなりということはだよ、回るのか。それはあれ、向こうもあるね。これちょっと時間かかりそうだな。さすがに待ってね、時間、はあ、ちょっとね、かなり時間をおっしゃったんで、今回ね、ここで一回終わります。最後の方なりね、残念です。はい、じゃあ次回です。